SNS の投稿頻度が落ちてっても集客できるようになってきます。このデメリットを消すのは SNS なんですよね。業界平均 30% あればいいと言われる中、私の講座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、今回はですね、はい、SNS 集客が成功しない治療科の特徴っていうところをテーマにお話しいただければと思います。まあ、SNS やっててもなかなかとかってもうやめちゃってとかっていう人が多いと思うんですよ、はい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 、ここのこの考え方というか、どんな特徴があるのかっていうのを把握することで、それを避ければいいっていうところだと思うので、そこについてじゃあレクチャーいただきます。 OK です。これ結構重要な話かなと思ってて、やっぱりきっと今動画見てくれてる方も言った SNS を見てるわけじゃないですか、 YouTube を見てって感じだと思うので、きっと SNS の重要性はものすごく分かっているけどもできてない方がすごい多いと思うんですね。なんでチラシとホームページはほとんどの方がやれるのにもかかわらず SNS はやれないのかっていう、これはですね、根本的なそもそもの部分を分かっていないし、その部分を教えてる人がいないからみんなできてないと思うので、これをしっかり分かってからね落とし込むことができたら、まあ必ずできるようになるので、その部分をね今日はお話していきたいと思います。はい、じゃあちょっと図をね書いていきたいなと思うんですけど、なんでチラシは継続できるのかですよ。 SNS 投稿は継続できないのに、確かになんでチラシは継続できんねんって感じなんですね、はいはい、これはねここに理由があるんですけど、チュン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 、これでどういうことかというとね、この上の方の線がこれ労働曲線なんですね、はい、でこの下のやつが集客です。うん、集客曲線、はい、基本的にチラシとかホームページっていうのはやればレスポンス返ってくるものなんですよ。動けばレスポンス返ってくるんです。基本的にはこのやれば何か反応あるっていうのはバカちゃんでも続けられるんですよ。まあそうですね、うん、やれば目の前の成果になるんだから、そう、はい、そうです、はい、そうです。もう常に目の前に人参がぶら下がられてるので頑張って継続できるんですね。じゃあ SNS ってどうなのかなんですよ、はい、SNS を書きます。SNS は、ですね、SNS はこうなんですね。こっちが労働なんですよ、はい、こっちが集客なんですね。これがみんな SNS ができない、決定できない理由なんですけど、はい、重くそ頑張るんですよね SNS って。もう投稿して投稿してもこんだけあってやってやってもう限界までやってるでって時に集客ゼロとかなんですよ、はい、でこんなにやってんのに俺チラシでこんだけ時間かけてやったら集客できてるでと、なんで SNS でやったらできひんねんと、 SNS はやっぱ意味がないんじゃないのかなとか、このままやってても結果出ないんじゃないのかなって言ってみんなこの辺でフェードアウトしていくんです。一番頑張ってる時に結果が出てないことによってみんな離脱していくんですね。でもチラシって頑張ってて結果出てなくても周りは出てるしとかで、これ当たったら来るのもう目に見えてるんで、だからやり続けれるんですね。ここのギャップが少ないんですよチラシとかホームページって。でも SNS ってやってることと集客のこのギャップがめっちゃでかいんですよ。でも得たいのって何なのかっていうと、なんで SNS 集客したいかっていうと、ここの自由が欲しいんですよね。確かに確かに、はい、チラシみたいにポスティングバンバンやらなくても収穫できるようになりたいわっていうこの自由が欲しいわけじゃないですか、はい、ってことはここのね不自由を受け入れないといけないんですね。こんなんね楽してここまでやらなくても収穫できるようになったらみんな成功してるわけですよ、はい、SNS の近くで頑張ってやっても集客できないというこういう時期が必ずあるんですね、はい、でこの時期を乗り越えた人っていうのは SNS の投稿頻度が落ちてっても集客できるようになっていきます。このゾーンに入らないとうまくいかないわけですね。なるほど。だこの考え方の違いっていうのを全然みんなは知らないんですよね。耐えなあかん時期があるってことですよね。そうですそうです。それってある種ちゃんと今現状チラシとかホームページでしっかり集客できててそれなりの売り上げ安定しているっていう風な人に最適なのかな SNS はって思っちゃったんですよ。おそれってどうですか。僕はねそれはそう思うんですよね。あやっぱそれはそうですね。そう思うんですよ。これねめっちゃ面白いなと思ってて、僕は10人以下の人は速攻型って言ってチラシとホームページ先やりなさいよって言ってるんですけど、はい、やっぱ両輪なんですよね。この上側が速攻型ですこれ、うん、速攻型なんていうとやれば集まるんで、はい、こっち側は積み上げなんですよね。こっちはやっても集まらないんで継続しないと集まらないんですよ。じゃあ見てほしいんですよ。積み上げ型のデメリットは何なのか。やっても集まらない時期があるんですよ、はい、これデメリットなんですよね。でもやり続けたらやらなくても集まる時期が来るんですよ、うん、これメリットですよね、はい、じゃあ速攻型考えてくださいよ。メリット何ですか。
メリットはやれば集まるんですよ、はい、だから速攻型をやって集めて成り立たせるんですよね。で速攻型のデメリットは何なのかというと、真似られたら反応が出なくなったりとか、動かなくなったら反応が出なくなったりとか、はい、資金量があるところに負けたりとかするわけじゃないですか。じゃあこのデメリットを消すのは SNS なんですよね、はい、動かなくても集まるし、お金かけなくても集まるしみたいな、真似られることもないし、わかります？これメリットとデメリットをこううまくこう緩和させてやっていってますよ。なんでこの両輪回していくやつっていうのが絶対に治療院系で買っていきますっていうのが僕の見方です。見立てですね、うん、まあ30万50万とかっていう風な人がチラシでうまいこと言ってない、ホームページうまいこと言ってない、あやったらじゃあ SNS もやらないとなっていう風に、うん、その SNS 集客っていうものと既存のホームページチラシ集客っていうものを同じ土俵に置くもんじゃないですね。置くもんじゃないです。どっちかというとこれ投資感覚なんですよね。投資も最初お金突っ込んでてもリターン少ないわけじゃないですか、はい、でも入れ続けて長期に入れていったらブワーンって上がるわけじゃないですか、うん、SNS 集客で投資やなと思って、こっちは投機やなと思って、なるほど、だから投機と投資を両方やるみたいな感じです。だから世の中で投資でうまくいく人って少ないわけじゃないですか、みんなこの感覚だから、はい、だから集客で考えたらこれめっちゃ面白いなと思って。なるほど、わかりました、はい、ありがとうございますというようなところですね。この、まあ、SNS 集客ですね、まあ、そもそものこのグラフ、この考え方っていうのが入ってるか入ってないかで、まあ、目先の、ね、結果っていうのは SNS では無理だよね、ただ原因と爆発していくよねっていうようなところでようにですね、はい、チラシっていうもの、うん、それから SNS っていうものを比較しながらお話ししていただきました、うん、はい、動画概要欄に無料プレゼントの、メルマガ載せてますので、うん、そちらでぜひ、登録してプレゼントを受け取ってください。はい、ありがとうございました。はい、前川先生、今回はですね、美容の取り入れ方っていう風なところで、はい、まあ、ここにかけてたお金をこっち側に持ってくるように意識を変えていくんですね。なのでめちゃめちゃ簡単なんですよ。これをできるのが個人ビジネスの最大の強みだと僕は思ってるんで、うん、これをしない理由がないんですよ、ね、そうですよね、うん、はい、やったらいいのにな、みんな、これ ね絶対そうですよね、うん、